ジョンバートニャックス・フォードは、カナダ連邦オンタリオ州、シムコー出身のプロ野球選手。宇藤右内、MLB トロントブルージェイズ参加所属。2001年の MLB ドラフト7巡目で、シアトルマリナーズから指名されたが、入団しなかった。2005年の MLB ドラフト42巡目で、シンシナティレッズから指名されたが、この時も入団しなかった。 2006年8月11日にニューヨークヤンキースと契約した。2007年12月14日に自由契約となった。ブルワーズ時代2008年3月4日にミルウォーキー・ブルワーズと契約を結んだ。契約が決まるまでは本人曰く ATM から必要なだけの現金が引き出せないことが何度もあったというほど生活に困窮しており、 生計を立てるために昼は、地元の大手スーパーマーケットや、家電量販店で、携帯電話のセールスマン、夜は、バーテンダーとして働いていた。2009年、マイナーでは、A 級ブレバードカウンティー、マナティーズ、a 級ハンツビルスターズ、トリプル a 級ナッシュビルサウンズの3つの階級で45試合に、登板して9勝1敗、防御率2.77を記録した。9月7日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りを果たし15日にメジャーデビューシーズン最終戦となった10月4日のセントルイスカージナルス戦では9回にクローザーのトレバー・ホフマンが1失点を喫したため試合は延長戦となり延長10回にアックスフォードが無失点に抑えメジャー初セーブを記録2010年は ブルワー,ーズのリリーフ防御率が39段中29位と、不審で、ラトロイ・ホーキンスの故障者リスト入りもあり、5月15日にメジャー賞を獲。5月23日に、不審のホフマンに代わり、クローザーとしてシーズン初セーブを記録。以降、クローザーに定着した。2011年は46セーブを記録しナ、ナリーグの最多セーブに輝いた。 2012年5月4日のサンフランシスコジャイアンツ戦シーズン6セーブ目を挙げ当時歴代4位となる49試合連続セーブ成功を達成したこの年は一転して別人のような大不振に陥る救援失敗が目立ちチームの足を引っ張ってしまうことが多くなり他の中継ぎ投手ともどもこの年のブルワーズの悲惨なリリーフ陣の象徴となってしまった それでも、9月16日のニューヨークメッツ戦で、通算100セーブを達成した。シーズンで、リーグ6位の35セーブを上げた一方、セーブ失敗は9回記録した。2013年1月17日に、第3回 WBC 本戦のカナダ代表が、発表され、代表入りした。翌日の1月18日に、年俸500万ドルの1年契約を結んだ。 2013年8月30日にマイケル・ブレーゼックとのトレードでカージナルスへ移籍した。12月2日に FA となった。2013年12月19日にクリーブランド・インディアンスと契約を結んだ。2014年開幕当初の4月はクローザーを務めていたものの、その後、成績不振となり、リリーフに配置転換された。 2014年8月14日に、ウェイバー工事を経て、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。オフに、FA となった。2015年1月30日に、コロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。3月1日に、メジャー契約を結び、40人はクイリーする。シーズンでは60試合に登板し、4勝5敗25、セーブ、防御率4.60の成績を残した。 シーズン終了後の11月20日に DF となり25日に FA となった。2015年12月11日にオークランドアスレチックスと2年総額1000万ドルで契約を結んだ。2016年は6年連続60試合以上となる68試合に登場にし防御率3.976勝4敗3セーブホイップ1.45という成績を記録。 防御率やホイップは前年から改善し、やや復調の傾向を示した。2017年開幕前の2月8日に第4回 WBC のカナダ代表に選出されたが、3月3日に個人的かつプロフェッショナルな理由のため代表を辞退した。7月27日に DFE30 日に自由契約となった。2018年2月9日に トロントブルージェイズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月29日にメジャー契約を結び、開幕25人枠入りを果たした。2018年7月31日にコーリー・コッピングとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。オフの10月29日に FA となった。 2019年2月16日にブルージェイズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月24日に一旦自由契約となるが、26日にマイナー契約で再契約した。オーバースローから投げる最速100マイルパーアワー、平均96マイルパーアワーのフォーシームが全投球中の約7割を占めており、 その他に9 0アワー前後のスライダー、7 8アワー前後のカーブなどを使用する。メジャー通算脱三振率は10.3と高い、脱三振能力を持っているが、通算予視級率は4.4と予視級も多い。ありがとうございます。